国連防災世界会議が今日14日から仙台で始まる。テロ対策も議論される予定だが、ここで笑い者になりそうなのが安倍首相だ。イスラム国の事件以降、日本においてもテロのリスクが格段に高まっているが、何の対応もしていないからだ。とりわけ専門家から危険視されているのが原発テロ対策だ。小泉純一郎元首相は11日福島で行った講演でこう言った。世界の人はみんな日本の原発は一番テロに弱いと言っています。原発テロが日本で起きたらこの福島どころでは済まない。これは本当の話で、自衛隊トップだった富澤明元陸上幕僚長もこう言っている。日本にとって一番恐ろしいのは原発をテロゲリラに襲われること。テロゲリラ対策をしないと福島原発事故以上の被害を招く恐れがある。富澤氏が警鐘を乱打しているのは過去の生々しい体験があるからだ。93年から94年、北朝鮮とアメリカが戦争寸前の状態になった際、当時の石原信夫官房副長官が各省の役人に有事対応を考えるように指示しました。その時警察庁の警備局長が私に、北陸地方の原発がテロゲリラに襲われた時には我々にはどうしようもありませんと切り出し、機関銃やロケット弾を持ってくるテロゲリラに対応しようとしても警察の力ではどうしようもない、その時は自衛隊が出ててくれますよねと聞いてきたのを覚えています。私は戦争状態になるであればいざ知らずだったらできませんよ。自衛隊は70年以降治安出動の訓練はしていないのですからと答え、要請を断りました。90年代に北に原発テロをやられたら日本はどうしようもなかったということだが、問題はこの状態が今も続いていることだ。